こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から22km の外側で、かつ、領土から44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が、領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海自の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ、音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の、相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。
海自の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり、睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は、数だけの比較で見れば、確かに海上自衛隊は、中国に追い越されています。しかし、問題は、潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在は、アメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は、横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力が、アップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは、海自に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうねとも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リム PAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加しています。では、
ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に、日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついに動き出したリチウムイオン電池との組み合わせ潜水艦。そう、夕方潜水艦11番艦オウリュウだ。静粛性でも、群を抜いてトップとなる。
もちろん理解できるだろうが、電気とモーターで音は、ほとんど出ないとされる。いよいよ奥羽流潜水艦が海上自衛隊に引き渡された。2020年3月5日のことだ。これで、5基地に向かいつつ訓練を繰り返し、潜水艦自体も鳴らしていく。この時、リチウムイオン電池の威力を知ることになる。潜航時、静止状態では音は出ないだろう。今までの潜水艦よりも一段と静かになる。もう一ついざという時のハイパワーを一気に使うこともできる。それがリチウムイオン電池の特徴となる。まだ日本だけが採用しているこの AIP 機関だが、周辺国でも検討には行っている、いる状況。台湾へも提供などいろんな情報が流れている。台湾にはぜひ、米国の力を借りて、一刻も早く潜水艦を建造してほしいものだ。豪州については、まだまだ進んでいない。その進まない豪州へ提供できただろう非凡だが、最後の最後で、普通を選んだ豪州には、今後進まない事態へと発展。こんなはずではと後悔か。少し説明していこう。フランスがオーストラリアの原子力潜水艦の建造国に選定されたのが2016年のことでした。この選定には日本、ドイツ、フランスが参加していましたが、日本とドイツが敗れ、フランスが選ばれたのです。しかし、それから丸3年、未だに完成していないとは、びっくりしますよね。よほど高性能な潜水艦なので製造に、時間がかかっているのとも思われますが、本当はどうなのでしょう？フランスも、これほど時間がかかるとは予想もしていなかったのでしょう。自分たちの技術力を過信していたとは思えませんが。しかし、この原子力潜水艦が完成しないと一般的な通常動力型潜水艦も作れないということが大変なネックになっているのです。というのは、フランスが作る予定の原子力潜水艦の駆動部分を通常動力型の潜水艦に変更するという提案でオーストラリアからの購入を決定したからです。前提となる原子力潜水艦がまだ建造中ということであれば、オーストラリアの潜水艦は後回しになってしまいますよね。A を作り、その A を利用して B を作るという条件なのに、A をまだ作っているはずです途中という事態が発生したということでしょう。フランスもなんだかなと思いますが、もう一方のドイツも凋落が著しいようです。軍事用とはいえ、あの時代に今もバンバン使用しているアウトバーンを建設し、数多くの有料自動車産業を生み出したドイツには、現在稼働している潜水艦は一隻もありません。ヨーロッパ一と言われた工業国なのに、一体どうしたことか、と感じてしまいます。隣国であり、歴史的にも対立、友好関係を繰り返してきたドイツとフランスですが、両方とも何をやってるんだろう？と、他人事ながら歯がゆい気もします。フランスが沈黙し、ドイツが下降していったこの3年ですが、この期間に進化した潜水艦があります。それが、日本の奥羽流潜水艦です。忘れてはいけません。奥羽流潜水艦は、そう、流型潜水艦の中でも最新鋭の艦です。通常動力型潜水艦でリチウム電池を搭載した潜水艦で、昔ながらのディーゼルエンジンと混合ハイブリッド潜水艦とでも表現しましょうか。日本の進化を
オーストラリアはやきもきしながら見ていることでしょう。もともとオーストラリアは日本からの購入に傾いていたそうですが、政権が変わったこと、貿易額1位の中国が日本からは買うなと横やりを入れたことなどがあってフランスに変えたと言われています。ところがフランスがなかなか進みませんからお手上げ状態です。おまけに要望を聞いてあげたはずの中国がオーストラリア近辺で何やら秘密裏に動いているらしいとの噂もあり焦っているようです。中国の脅威に海底の忍者と称される潜水艦でもって対抗したいのに、膠着状態ではオーストラリアも困り果てていることだろうと推測されます。オーストラリアの次回の選挙で政権が交代すれば、このシナリオにも変化が訪れるかもしれません。とは言っても、フランスとの契約をなしにして、日本と、とは簡単にはいかないでしょう。世界的にどの国も同じですが、フランスも経済的に苦しいはずですから、オーストラリアが契約を破棄すれば、フランスにとっては大きな損失であり、経済的にも大きな打撃となることでしょう。日産、ルノーの問題もありますし、オーストラリアが日本と契約となったら黙ってはいないような気がします。でも、一番の問題は、フランス製の原子力潜水艦が未だに完成していないことなんですけどね。完成していれば、オーストラリアの考えも違っていたでしょう。日本の技術が向上し、そう、流型潜水艦が非常に進化しました。どの国でも、一体どんなものなのかと興味を抱くのは当然のことでしょうし、潜水艦という巨額の投資をするわけですから、いいものを購入したいと思うのは当たり前のことですね。そう、流型潜水艦の中でもトップクラスの有能さを誇る欧流潜水艦。その登場で防衛形態はガラッと180度変わるとも言われています。原潜並みに海底に潜んで敵を待ち伏せしたり攻撃する戦術も可能とも思われているのです。オーストラリアへの売り込みで中国の横やり以外で日本が落選した理由の一つに技術の提供はせず日本で作ったものをそのまま引き渡すということが挙げられました。この点もオーストラリアは納得しなかった点です。やはりオーストラリアも将来的には自国で作りたいわけですから素晴らしい技術を教えない日本と他の国を天秤にかけて迷ったのは事実でしょう。たかが潜水艦と言いますが、その潜水艦一隻で防衛力に大きな影響を与えることもあります。オーストラリアは防衛だけでなく攻撃も考えていたのでしょう。だからこそ技術提供を認めたらしいフランスを選びました。しかし、この3年全然進まないのですから、大きな痛手となっているはずです。翻って日本です。近年は潜水艦だけでなく護衛艦に関してもかなりの進化を見せ、様々な国に一歩先んじていると言われています。自国の防衛力も強めていくことでしょう。こうなったら他国の潜水艦を作っている暇など、ないと推測されます。オーストラリアもいいところだけを話す国だけでなく、弱点もきちんと話す国とも対話も必要だったのではないかと考えてしまいます。はっきり言って
日本の潜水艦は日本だけでしか作れませんということですね。海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。防衛省は2020年6月20日日群島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が 10km ほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は、4年前の2016年、平成28年に、海軍の艦艇をトカラ海峡に、侵入させたことがありました。日本は、当然、領海侵犯として中国に、抗議したのですが、トカラ海峡は、国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には、当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を、認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三あずま水道、及び四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で、公海と、認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている。国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して、他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると、狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は、全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が南西諸島のあちこちで日本の接続水域や排他的経済水域を海中に潜ったまま通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で記憶に新しいところは2018年1月の事件ではないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を先行していた093型原潜と思われる潜水艦が海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜ、そんな海域にいたのかという理由ですが、
尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのはこの時が初めてではありません。16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は091型艦級原子力潜水艦が石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が上海沖に逃走するまで追いかけました。中国側は、しぶしぶと訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、侵犯を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は沖縄本島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に水中を潜航する潜水艦の動向を常時監視していると言います。このシステムは海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、音紋や磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、粗相のおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって、常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本と、アメリカ共通の仮想敵国は、現在中国となりました。このシステムは、前述の通り、南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から北海道道東までのケーブルが設置され、運用も、スタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは、日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどが、すでに実用化されているのではないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、原潜の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって
海底設置型水中電解センサーがすでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの金属があります。これらの金属が艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は2018年に国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたと見られています。095型は093型と比較すると、キャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが原因の音響信号のことです。このノイズが減れば敵に探知されにくいということになりますね。中国としては、ノイズを減らせばレーダーに引っかからないと、鷹をくくったのかもしれません。しかし、前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば、何ら問題なく、中国船内の探知は可能と思われます。中国がしつこく南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な目的があると推測されるのですが、その一つは日本の潜水艦探知能力を探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば、百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に礼を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手が、ソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の、課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる、水陸機動団が新設されて、着々と整備が、進められていますが、中国への抑止力になるまでには、まだまだ時間が、かかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への、抑止力となる可能性は、十分高いと思われます。